ここはあなた、ちょっと覗いてください。一般人は近づかないでもらいたい。ほう。だが退治したい怪物がいるんだろう。掲示板を見てきたんだ。ルンド監督官の出したやつか。怪物が町外れで人々を殺している。日が暮れた後は誰も家から出なくなった。その監督官と話がしたい。誰も通すなと言われている。では彼の仕事は何なんだ。議会からの救済物資を届けている。貧しい人々に小麦粉を配ったりな。実際に配るのは監督官ではなく部下たちなんだが、つまり監督してると。ああ。その怪物を狩りに行くとしよう。急いだ方がいい。もう他の奴が追っている。誰が契約したんだ。勇気あるバカが志願したと聞いただけだ。最後に犠牲者が出たのは昨日の夜だ。フーベルトという物乞いにしては誠実な男だった。時々あの右手に見える小屋で寝てた。まだユースタスが死体を引き取りに来ていない。まだあそこにあるはずだ。怪物の襲撃を見た者はいない。死体だけだ。怪物は夜にだけ現れ、一人でいる者を襲うのさ。ありがとう。では。あっ、うわっ。ガルカインやフレダーのコンセプトは違う。血だが人間のものではない。怪物は傷を負っていたようだ。血が吸い尽くされている。下級の吸血鬼か。泥がいるなら雨が必要だ。うん。いくらか弱って水辺に沿って隠れて進んでいたようだ。痕跡はここで途切れている。向こう側を探してみよう。バート、なんだよ。お前に会えるとはな、ハクロ。ノビグラドで狩りを楽しみに来たのか。この町は嫌いだと思っていたが。ああ、ただどうしてもやらなきゃならん仕事がある。今までどうしてたんだ。放浪で何か収穫はあったか。たくさんあった。ランエクステルの収穫はでかかったな。巨人を探せと言われたんだが、見つけてみたらモリトロールと山賊だった。山賊？トロールのおまけでついてきたんだ。仕事があると言ったが、手伝えることはあるか。そうだな。まあそれはまた後で話そう。報酬を受け取りに行こう。時間がないんだ。仕方ないが、報酬は山分けだな。行こう。それで見りゃ分かるだろう。仕事は終わった。報酬をもらおう。ここで待て。監督官に報告してくる。自分で行く。持ち場を離れるわけにはいかないだろう。それもそうだな。
入れ。鳩場の怪物は退治した。報酬を受け取りに来た。ウィッチャーか。いつから二人で旅をしている？ウィッチャーが一人で行動すると危険が多いからな。盗賊も多い。その態度は気に入らんな。ジャド・カラディンはどこだ？言え！誰だと？頼む。大事なことなんだ。どうしても知りたいことがある。カラディンなどというやつは知らん。金を受け取ってさっさと消えろ。私を怒らせる前にな。ジャド・カラディンはどこだ？これが最後だぞ。えへ、こいつらを地下牢へ連れて行け。こいつはエキムマーラより厄介だぞ。カラディンは行方知れずだ。本当だ。他の奴らもな。だがビエンヌなら。ビエンヌがどうした？セブンキャッツで飲んでいる。朝から晩までな。なんだ、話せるじゃないか。人を殺したんだぞ。その必要があったのか？あったさ。また衛兵が来るぞ。行こう。セブンキャッツに来てくれ。そこで全て話す。ビエンヌが通っているという酒場か？そうだ。じゃあ後でな。ボールテストはどうなったんだっけ？なぜ検視官が犯人だと分かったんだ？そろそろ話してもらうぞ。なぜルンドを殺した？一体何があった？手短に話そうか。詳しい話がいいか。全て話してみろ。エイデンという友人がいた。お前に友人が？最高のやつだったよ。知り合う少し前、俺はエランダーのオーガの呪いを解く仕事を請け負っていた。エイデンはオーガを殺す仕事を受けていた。猫流派のウィッチャーだったんだ。確かそのオーガは殺されたはずだ。ああ、俺の子は依頼主がそのオーガに殺されちまってな。エイデンと手を結んだのさ。力を合わせてオーガを倒し、報酬を山分けした。それからもたくさんの仕事を二人でやった。俺が知る中で最高の男だった。お前もいいやつだが、比べることすらできない。彼はどうなったんだ？しばらく前にエイデンが怪獣の仕事を受けた。呪われていたのは公爵の娘だ。もともと政治絡みのいざこざだが、それに関わった猫流派も憎まれることになった。憎まれて仕方ない仕事ぶりだったからな。暗殺者と変わらん。エイデンはそうじゃなかった。とにかく公爵の取り巻きが画策したことだったんだ。呪いを解くことなど最初からどうでもよかったのさ。暗殺者たちが送り込まれ、エイデンを待ち伏せして殺した。その一人が例の監督官様さ。ジャド・カラディンは暗殺団のリーダーだった。
とどめを刺したのもやつだ。これからどうするつもりだ。あのクソどもに復讐する。特にカラディンは許さない。ディエンヌと話さないとな。今頃完全に酔っ払ってるはずだ。行くぞ。ディエンヌか。なんのよ。ジャドカラディに会いたい。なんで教えると思ったわけ。彼にとってはとても大事なことだ。私に何の得があるわけ。まずはビールを奢ってやろう。それで情報の価値が理解できるならな。カラディンたちの仲間だったけどね。もう遠い昔よ。居場所なんてわからないし、縁も切れてるわ。だいたいあいつは仲間とうまくいかなくなってきてたのよ。噂では人が変わってしまったらしいわ。カラディンの人が変わった？どういう意味だ。知り合い全員と縁を切って、ケチな暗殺はやめてしまったの。そして身を隠したのよ。何か大きなことを企んでるんでしょうね。カラディの一味には他に誰がいた。私以外にセリーズ、ハモンド、それにルンド、世界中に散らばってるわ。セリーズはトレトゴールに、ハモンドはスケリッジ、ルンドは…ルンドは死んだ。ついに彼より強い相手に会えたわけね。なら、あとはハモンドかセリーズに尋ねるしかないわね。セリーズだが、どこへ行けば会える。今は金持ちになってるわ。トレトゴールで金持ち相手の女郎屋をやってるの。女たちが聞き出した情報を売って儲けてるわけ。店の名前は黒ユリの館。昔から趣味が悪かったのね。ハモンドの情報が欲しい。カラディンの右腕だった男よ。仲間がチリジリになった後は故郷のフェローに帰ったわ。今は海賊よ。族長にも一目置かれているらしいわ。お前はこれまで何をしていた。元はスコイアテルで、タイが壊滅してカラディンの下についたの。私は常に見下されてたわ。百歩先のスズメを射抜くほどの腕を持っていたのに、一度も認めてもらえなかった。バカ女のセリーズに負けてばかり。エイデンというウィッチャーの暗殺に加担していたか。かもね。覚えてないけど。もういいか。彼女は何も知らない。ハモンドとセリーズと話をしなければ。カラディンを探すのはやめときな。バレたら瞬きする間もなく殺されるわよ。そうか。お前を思い切り殴りたくなってきた。やめろランバート。そうだな。こいつは放っておこう。お金くれないの。クソったれ。力を貸してくれ。手分けするのが一番だ。スケリッチに渡ってハモンドから引き出してくれ。俺はトレトゴールへ行ってセリーズに。戻ったらどこで打ち合うんだ。ノーウェアインで。分かった。行ってくる。幸運を祈る。見た目通り腕が立つのかどうか。もっと早く。
海の神々よ、捧げ物を惜しまなかった俺に勝利をもたらしたまえ。そうすればまた戦利品を捧げよう。気にせず続けてくれ。クソ、一体なんだ。カラディンの一味だったと聞いた。さっさと要件を言え。ほら言えよ、この腰抜けの野良犬野郎。ジャド・カラディンを探している。お前は何者だ。カラディンの友達の友達だ。あいつを探している。話をつけたいことがあるんだ。俺らの商売がノビグラドの奴らの鼻についたってことか。商人どもめ、さあこのクソ野郎を殺せ。来てやる。やった、気にしろ。行け野郎、ぶちのめせ。うわっ。行け。顔色が悪いぞ。お前も飲んでたのか。遅いぞ。何してたんだ。カラディンはノビグラドにいる可能性が高い。ハモンドともつながっていたようだ。商売をしていたらしい。こっちも分かったことがある。やつはなんというか生きた品物を扱っている。パール・オブ・コースト号という船でこことスケリッチを行き来しているらしい。今はローランド・トロイガーと名乗っている。ノビグラドで尊敬を集める商人で慈善家としてな。ギルドルフに住んでいるそうだ。セリーズはどうした。お前がいたらかばっただろうけど、いなかったからな。カラディンを訪ねるとしようか。入る方法はある。計画を練ってきた。衛兵を計算に入れてないなら今すぐ考え直した方がいいぞ。落ち着け、出方を見よう。お待ちしていました。どうぞ。楽にしてくれ。こいつはウィッチャーだ。その通り。妻のレイティティアを紹介しよう。それから二人の子供だ。私が誰かは知っているだろう。お前たちのことも聞いている。あちこち聞き回ったようだな。そういうやつには気をつけているんだ。どこの流派だ。猫流派だ。仲間はほとんど残っていない。
ウィッチャーが殺し屋になるならわかるが、商人になるとはな。なぜだ。誰もがウィッチャーの生活から抜け出ることを夢見ている。私は夢を捨てなかっただけだ。ウィッチャーはベッドで死ねないと言われるが、私はそうしてみせる。まだわからんぞ。ウィッチャーは子供を作れない。養子を取ることはできるだろう。子供のいる女性を伴侶にしてもらう。友人がお前に話があるそうだ。みんな、子供たちとレイティキアを連れて席を外してくれ。客人は私に話があるようだ。さあ話してくれ。ゲラルト、お前が話せ。こいつが何か言ったら締め殺してしまいそうだ。いい家だな。私には経営の才能があってね、家族を養い上質な暮らしを送れているよ。慈善事業に投じる余裕があるほどな。マーベラ夫人の施設が少額でも受け取ってくれるのさ。孤児救済基金、他の慈善事業もな。奥さんは過去を知っているのか。私たちはお互い嘘をつかない。妻は毎日私のために祈ってくれる。その祈りは通じているようだ。ふざけやがって。落ち着け、ランバード。結婚の誓いを立てる直前に全てを懺悔したい。あの日から新しい人生を歩み始めたんだ。エイデンを覚えているか。エランダーで殺されたウィッチャーだ。報酬はたんまりもらったが、彼のことはよく覚えている。そして深く後悔している。ただエイデンの場合は少し話が違う。我々が暗殺しようとしたという噂は間違い。彼に襲われ仕方なくやった。そっちの主張を聞こうか。エイデンは公爵の娘の呪いを解く仕事を引き受けた。だが奴は金を受け取っておきながら失敗して娘が死ぬと逃げ出したんだ。嘘をつくな。我々はただ金を取り戻しに行ったんだ。だが使ってしまっていたので剣を渡すよう言った。彼が拒否したので戦闘になった。狙撃手だったビエンヌは頭に血が昇り、エイデンの目を射抜いた。彼女は自分の罪を忘れるために話を書き換えたようだ。もう十分だ。どうする？あんたは本当に変わったんだな。寛容であること、それだけを考えている。こいつの戯言を信じる気か。逃げるための嘘だぞ。彼には手を出すな。イカれてるのか。こういう時は我を忘れていることを認め、怒りを抑え、冷静な友人の助言に従うべきだ。行くぞ。クソったれ、ゲラルト。お前を許せる自信がない。行くぞと言ったろ。またいつでも来れる。ありがとう。どういうことか説明しろ。殺されなければならないほど悪いやつとは思えなかっただけだ。殺したいならいつでも戻ればいい。俺は行かないが。それよりお前を思い切り殴りたくなってきた。じゃあな、またいつか。さらばだ、ランバード。話せるか。なんだ。グエントをやったことは。もちろん。相手が欲しくてベセミルに教えようとしたが、覚えが悪くてな。なんだ、一勝負するか。よし、力の差を見せつけて赤ん坊みたいに泣かせてやるよ。Thank you.
前の勝ちだ。レアカードを取られるとは信じられん。お前なら他のやつに取られるよりはマシだけどな。